ここ愛媛東温市から愛を込めてお送りいたします。坊ちゃん劇場版渡る世間は鬼ばかり、鬼のレクイエム千秋楽公演、まもなく開演でございます。8月15日東温市三原の坊ちゃん劇場で公演していた岡山桃太郎伝説鬼のレクイエムが千秋楽を迎えました。鬼のレクイエムは岡山の桃太郎伝説をもとに作られたファンタジー作品で、桃太郎の葛藤を通して戦いの虚しさや平和への願いを描いています。おいら、おめえを許す。だから死ぬな。妹の子を手手足子にするな。目開けろ、裏チンク。新型コロナウイルスの影響で開幕が2ヶ月ほど遅れ、初日が2020年6月7日以降も断続的に休演しながらも201回の公演を重ね、とうとう最終公演。取り役の原田由里です。本日はありがとうございました。2年半前に坊ちゃん劇場に来て、本当たくさんの方に支えてもらって、本当に今日という日を迎えることができました。本当にありがとうございました。本当は3月までの予定だったんですけど、どうしても桃太郎を誰にも譲りたくなくて、この大千秋楽を目指してやってきました。さようならではなく、第二のふるさと行ってきます。ありがとうございました。舞台終了後には坊ちゃん劇場の自作ジョン・マイ・ラブ・ジョン万次郎と鉄の七年で主演を務める AKB48 のメンバーなどから花束が贈られました。来月から始まるジョン・マイ・ラブ、私の地元愛媛坊ちゃん劇場の私も何度か見させていただいたことあるんですけど、その舞台にまさか自分が立てるなんてということで、とても緊張しているんですけれども、楽しんで、そして皆様に笑顔を与えられるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。また来年の2月に鬼のレクイエムの東京特別公演が行われることも発表されました。東京公演を行います。初めの開幕もいつできるか分からず、今年の4月5月もコロナ の, 自粛期間となって、公演が2ヶ月間まるまる中止になったりですとか、本当にコロナと共にあった1年半だと思います。コロナ禍において、人とのつながりが、見つけにくくなっていると思います。人とあまり会わないでくれとか距離を置いてという世の中だと思いますけど、そんな中で愛媛の愛とこの東温の温かさを東京に持っていきたいと思います。来年、2月楽しみですね。ありがとうございます。新型コロナウイルスを乗り越えた最初の作品鬼のレクイエム、演じる人にとっても見る人にとっても特別な作品となりました。